どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちら大正ダンジョン消費スタミナ7イベントが来るんですけど、7月3日月曜日からですね、2週間限定で強連やプラスポイントがスタミナ7で遊べます。特に強連1日2回出現して、しかも強連スタミナ7です。もうこれやらないとやばいですっていうぐらい美味しくて、ちょっともう騙されたと思って絶対やってほしいんですね。てかまあわかると思うの、みんなも。だって強連って本来ね、スタミナいくつかかるかっていうと、現在見てもらった通り150なんですよ。150のダンジョンが 5% です。約 5%、 7まで減るんですよ。やらなきゃやばいです。ということで今日はですね、強連の洞窟の周回編成を3パターン紹介していこうと思います。1パターン目、2パターン目は育成枠ありで周回したい人向けですね。育成枠ありで周回したい人向けの編成、ラスト3パターン目は育成枠なしの周回編成になります。はい。まあ育成枠ありの編成の方がね、もちろん効率は圧倒的にいいので、経験値上げ等をしたい人はね、1パターン2パターン目でいいですし、まあ逆にね、あの経験値ストックをたくさん集めたいって人はね、もうスタミナだからね、あんま効率とか気にする必要もないので、ぜひ 3パターン目の編成で回ってもらえればなと思います。基本的には 1,2 パターン目がおすすめです。はい。ということで今日はですね、強連の洞窟の周回編成3パターン紹介していこうと思います。まずは1パターン目の周回編成から紹介していきます。サンタグリコを使った1枚抜き編成です。まずはこちらサンタグリコですね。超学生自由で枝豆以外なら OK、 体力キラー2突に、こちらベラ武器継承です。スキルブーストダンジョンボーナス武器ですね。はい。この編成は育成枠完全自由なんで、まあ、例えばスキブ足んない人はね、あの育成枠にスキブ1個積んでリーダーダンボ武器アシストでも大丫夫です。でハローキティです。闇大魔女ハローキティ、スキブにこちらサレネ武器継承ですね。はい。でこちら強めです。スキブに回復キラー3突、そして杯武器継承です。はい。ワンピースの杯武器継承からのオーズです。超つなげし証言解放潜在に、こちらナポレオン武器継承ですね。はい。でラストこちらエンデバーです。スキブに体力キラー3突、そしてこちらイルミナ継承って感じになっておりますという感じの編成ですね。こちら完全1枚抜きで育成枠ありで周回できます。一応注意してほしいのがね、分かってると思いますけど、始まるのは7月3日からなので、今周回したら普通にスタミナ150です。多分やる前に気づくと思いますけどね。はい。150なんで注意してください。まず1階層サンタクリコ打って突破、2階層サレーネ打って突破です。はい。なのでまあもしね、周回したい人は必ず7月3日からやってください。3階層で杯打ちます。はい。鼻水らして突破です。はい。で4階層ですね。4階層はナポレオン打ってあげて鼻火ずらしです。で5階層です。イルミナ打ちましょう。イルミナ打ちます。これで固定ダメージで突破でからのラスト血を目打ってあげて終わりです。はい。ダメージ無効継続で倒していきましょうという感じの演習でした。こんな感じでめちゃめちゃ簡単に周回できてね、しかも速度も速いと。で報酬に関してもね、まずこんな感じで超ゴールドドラゴンが落ちますし、まあ、経験値ストックも540万ぐらいもらえます。なのでまあこれでね、経験値素材もすごく美味しいですし、なおかつね、育成薬の場所に1体入れといてあげればさらに素材ももらえるって感じになります。まあ、これがね、一番ね、報酬としては一番美味しくない編成でこのうまさです。やばくない？しかもこれがスタミナ7になるんだよ。やばいよね。続きまして2パターン目の1万円抜き編成です。組めるならこっちの方がいいです。2パターン目紹介していきましょう。さあ続きまして2パターン目の編成紹介していきます。こちらね、1枚抜きでダンボ10の編成になっております。はい。めちゃめちゃ効率上がっております。ダンボ6個増えてるからね。まずはリーダーサレンデです。超つなげし上限解放潜在に、こちらベラー武器継承ですね。はい。スキブダンジョンボーナス武器です。はい。ここもね、スキルブーストない人はね、あの育成薬でスキブとか補ってあげてください。で続きまして大魔女ハローキティです。こちらスキブに、こちらイーデン交渉ですね。これがアーニャ・ダミアン・ベッキーの武器の覚醒1枠止めとなっております。はい。でまあめちゃめちゃ周回しようと思ってる人はもうこれ育成枠ですね、ごめんなさい、覚醒を1回フル覚醒でアシストしてあげて、その後閉じたマドラでゼロにしてあげて、で1だけ覚醒してあげて、必ずね、副属性光変化をない状態にして周回してください。で、まあ、そんなにやんないよって人は別にこれ覚醒閉じる必要はありません。できればでも閉じてください。でこちら大魔女ハローキティです。スキブにこちらサレネ武器継承ですね。これはフル覚醒で大丈夫です。はい。交渉だけね。でこちらハローキティです。ダンジョンボーナスにこちらゼウスギガ武器ですね。どれか3体のうち2体はスキブで、1体はダンボって感じで OK です。はい。でゼウスギガ継承、ラストフレンドですね。ごめんなさい、やばい、フレンドフレンドこれですね。はい。回復キラー2突に悪魔キラー2突、そしてオーズ武器継承という形になっておりますという感じの編成ですね。こちらも実際に使ってやっていきましょう。
交渉一枠止めがね、あのどうしても閉じさまだら使う必要があるんでちょっとめんどくさいですけど、まあ、いっぱい周回しようと思ってる人はね、しておいて損ないんでね、必ずしておいてください。まあ別にしなくてもいいんですけど、枝豆1個増えるっていうのと副属性光が増えるっていう視点で、まあ、損することの方が圧倒的に多いので、できれば覚醒1枠止めでこんな感じで1コンボ周回できるようにしてください。はい、これで突破です。3階層でストーリーサレンデブキ打ちましょう。光花火ヘイストで突破です。はい、で4階層です。4階層はゼウスギガ花火ずらしていきましょう。これで突破です。はい、で5階層はオーズ打ちましょう。これでブレスで突破。ラスト6階層です。リーダーに戻ってサレネ打つだけです。めちゃめちゃシンプル、超シンプルに周回できます。はい、という感じで左からずらすだけで周回ができる編成で、こちらもねめちゃめちゃ高速で、しかもダンボ銃なんでね、めっちゃ強いです。はい、それタイムで見ておきましょう。はい、こんな感じでレベルもらえて、タイムはねこんな感じです。51秒とか50秒とかめちゃめちゃ強いですね。はい、という感じが2パターン目の編成でした。こちらも1枚抜きなので、ぜひ空いてる枠にね好きな育成枠つけて周回してください。じゃあラスト育成枠0の周回編成も紹介していきます。やっていきましょう。さあ、ということでラストダンボ16の周回編成になります。0枚抜きですが、まあとにかくね、あの効率がいいです。はい、でしかも美味しいです。やっていきましょう。ラスト編成になります。はい、まずはリーダーサレネです。超つなげし証言解放にベロア継承ですね。はい、こちらスキブダンジョンボーナス武器です。そしてゼラキティ、ダンボにこちらサレネ継承ですね。はい、でこちらゼラキティです。ダンボにこちらサレネ継承です。はい、でからのこちらハロキティです。ダンボにこちら交渉の覚醒1枠止めです。からのゼラキティ、ダンボにオーズ武器継承です。ラストギガです。回復キラー2つ、赤間キラー2つにギガ武器継承です。はい、という感じで、ラストアーニャダミアンベッキーにギガ武器継承って感じになってます。はい、まあ、これはね特にね回る理由がなければこの編成使う必要はないです。まあ、例えば普通に育成したいやつがいないとか、あとは何回も周回したいからもう育成枠選ぶのめんどくせえとかっていう人はこれがおすすめって感じです。はい、やっていきましょう。まず1階層からです。効率はもちろんね他のに比べると下がるんで、育成枠がいないからね、その点では下がりますが、モンスター経験値的な意味だとめちゃめちゃ美味しいです。はい、モンスター経験値ストックだっけ的な面だと一番美味しいかなと思います。はい、で3階層です。サレネ打ちましょう。もう本当に一生ずらすだけです。こんな感じで左からずらしていきましょう。で4階層です。4階層交渉打ってあげて1コンボ。はい、で5階層オーズ打ちます。オーズでぶっ放してあげて、ラストギガ打ちましょう。もうこれだけです。めちゃくちゃシンプルに周回ができて、さあ最後もずらしていきましょうっていう編成ですね。めっちゃシンプルなんですよ。これだけでも左からずらしていくだけで周回ができて、しかもダンボ16なんで経験値もちょっと美味しくなってるっていう編成になっております。はい、こんな感じでね660万モンスター経験値ストックがもらえますという感じの編成でした。はい、まあ、正味ね今回紹介した編成ね、どれ使ってもらっても美味しいと思うんですが、間違いなくねスタミナ7はやばいので、必ずねこの機会に周回するようにしておきましょう。育成素材が不足してる人、不足しない人ともにですね、スタミナ7はやばいので、必ず周回の方頑張ってもらえればなと思います。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。